こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらですね、菅総理の会見についてということなんですね。で、菅総理が会見されておられましたけれども、皆さん、これご覧になられましたでしょうか。で、私ね、これ拝見しててですね、ちょっとお疲れなんじゃないかなというようなことを感じました。なんかもう、ちょっとですね、制裁書いてるというか、疲れを感じさせる内容だったなというふうに思います。内容もそうなんですけどね、喋り方とか、そういう点からもですね、そういうものを感じました。まあ、お話ししたいのはですね、まず、これですね、私も批判してましたし、多くの方々はこれ、すごく疑問に思っていたことですよね。ビジネストラックというもの。で、これを、こう、停止にするんだと。いうことですね。で、これ、なんで停止にしないのというのは、まあ、そもそも、疑問だったわけですけれども、で、停止しないというふうに言っていた。でも私はね、これ停止するだろうと思ってたんですね。で、言われると停止する。言われると何やるっていうのはね、もうね、パターンになりつつあるような気がするんですよね。強く言われると、で、国民の支持率が上がらないと思うと、強く言われた方にこう、寄っていくという感じがしてしまっていて、これをね、私一番よく見抜いてるのはね、日本共産党だと思うんですよ。で、私日本共産党のツイッター見ててね、いつもね、また変なこと書いてということを思うこと多いんですけど、このね、ちょっと前なんですけどね、ちょっと読みますね。共産党のツイッターですよ。1月11日ね、3日ぐらい前なんですけれども、のツイッターでこういうふうに書いてます。菅首相は支持率の下落を見てコロッと政策を変えるようなところがあります。これはおかしいと思ったら声を上げましょう。変えられます。今回の不支持率は 42.8% で政権発足から約4ヶ月で不支持と支持が拮抗した。菅内閣支持率続落 41%、緊急事態宣言 79% 遅すぎたというの、この記事をね、共同通信の記事を貼りながら書いてるんですけど、支持率の下落を見てコロッと政策を変えるようなところがありますってね、この共産党に見抜かれてるんですよね。で、確かにね、君子豹変すっていう言葉もあります。だから変わらないことがね、いいことだということばっかりではないんだけれども、菅総理の場合はですね、自分自身が何を一番やりたいのかが見えてこないもんですから、なんか印象としてはですね、二転三転してるように見えるわけですよ。例えば、まずは、GoTo キャンペーンからまず始まりありましたよね。GoTo キャンペーンは続けるんだと。まるで GoTo キャンペーンが悪者扱いされてるけど、そんなことないんだというふうに言ってたけど、でもやっぱり、そのいろんなところの意見からですね、GoTo キャンペーンやめろという意見が強く出た。で、やめた。ただ、菅総理としてはですね、皆さんの意見を聞いてやめたんだというふうに言うかもしれないけれども、だったら最初の段階でそんな強く言わないで、今後のやるかどうかについてはね、周りとバランス見ながらやっていきますとか言えばいいのに、で、そういうふうに言わない。だから、強く言われると、コロッと変えた。というふうに見えるわけですよね。他はどうだっていうふうに言ったらですね、このまさにこれもそうじゃないですか。ビジネスのトラックもですね、これ強く言われたら変える。で、それから緊急事態宣言にしてもそうですよね。緊急事態宣言は出さないと。出す必要ないんだというふうに言ってた。ところが、もう、これはね、完全に誰がどう見ても小池百合子さんですよね。小池百合子さんが1月2日あたりからですね、新年早々動き始めてですね、で、緊急事態宣言を、出してほしいと言って、東京都は何もやらなかったことで責任を全部追っかぶせると。まあ、うまいというか、ずるいというかですね、そういうやり方をいつもやるわけですけど、で、そういうことをやった。で、それで出した。ということで、いつもですね、何か強く言われると、コロッと変わるというのがあるように私も思ってた。共産党もそういうふうに見てる。これはね、変わらないことがいいことだというふうには一概には言えないんですよ。変わった方がいいこともあります。しかしですね、こうも立て続けにですね、総理の言葉がですね、二転三転すると、次言ってることも、どうせこれもまた状況次第によってはぐるっと変わるんだろうっていうふうに最初から見透かされちゃうし、だから最初からですね、なんかやるって言ったことに対して徹底的に批判すればまた変わるだろうっていうね、こう野党とかについてもですね、特にこう共産党が見透かしてるわけですからね、そういうことをおそらくいろいろやってくるだろうというふうに思えてですね、菅総理、危ないなというふうに私は思いました。で、これがね、まずは第一にですね、菅総理が危ないと思う理由ですね。で、第二にですね、ここに書いてませんけど、昨日の記者会見、でですね、私は見てて、ちょっとですね、これ何なんだというふうに思ったのは、まずですね、例えば、静岡県と福岡県のね、こう言い間違えたと。まあ、
まず静岡出身ですからね、なんか静岡と福岡一緒にするなよとかって思いますけれども、まあ言い間違いは誰に言ってもあることだから、まあそこはね、そんなに強く鬼の首取ったみたいにですね、非難するっていうことは私は大人げないというふうに思いますけど、まあこれだってない方がいいですね。間違いない方がいいですね。その福岡の人と、あるいは静岡の人からすれば何なんだいということになりますからね。で、私がね、一番ね、これ、不思議だったのはですね、最後ですかね、質問に対してですね、国民皆保険、そして多くの皆さんがその診察を受けられる今の仕組みを続けていく中でコロナがあって、そうしたことも含めてもう一度検証していく必要があると思っている。必要であればそこは改正をするというのは当然のことだと思う。っていうことなんです。なんでこんなこといきなり言い始めたのかよくわかんないんですけど、国民皆保険をやめるっていうことですかね、これは。いや、素直に聞いてたらそうやって聞こえるわけですよ。でも、これってすごいことですよ。国民皆保険をやめるっていうのは、日本の中でですね、まあ、日本は非常に、まあ、いい国だなというふうに思うのは、この国民皆保険というのは、いろんな問題点ありますよ。例えば、給料からですね、非常にこう、医療費、というか、これ引かれてね、実際に忙しくて病院行けない人に相当負担が来てるじゃないかというふうに言ったら、それはその通りだと思うし、まあ、不公平じゃないかということもできる。でもですね、やっぱり、盲腸になったとかね、そういった時に、アメリカなんかの事例ではもう、すごい、もう、目が飛び出るぐらいの金額払わなくちゃいけなくなるわけですよね。で、それが日本で抑えられてると。だから貧しい人でもですね、まあ、手術受けられる。救急車が来てですね、はい、お金ないなら帰ってきますなんてことはないわけですよね。だから、まあ、そういう意味においては、これ、私は、まあ、守っていった方がいいというふうに思います。ある種、社会主義的なシステムじゃないかと言われればその通りなんだけれども、私は、なんていうかな、新自由主義一辺倒でもなければ、社会主義一辺倒でもなくて、こうバランス取っていくのが大事だというふうに思ってますから、これは私はあった方がいいと思ってるんですが、まあ、なくていいっていう意見もね、あっていいんですよ。それはかなりラディカルな意見ですよ。でも国民皆保険なくしてね、そうすると金のない人はね、病院来るなと、まあこういう理屈になってくるわけですよね。それはやっぱりどうなんだろうというふうに思うんだけど、言い間違いなのかなというふうに私は思い、まさかいきなりこのコロナがあったから国民皆保険やめましょうっていうのは、ちょっと聞いたこともない議論でしてね。今まで総理もそんなことおっしゃってないから、なんでこんなこと急に言うんだろうと。何と言い間違えてんだろうっていうのが、ちょっと発言の真意がわからないということで、これはね、私はちょっと聞いててですね、ちょっと疲れてるのか、もうなんか、相当ですね、負担が耐え難いものになってるんじゃないのかなという印象を持ちました。素直にですね。皆さんどうお感じになったか分かりませんけれども、もしですね、国民皆保険をやめるなんていうことになったらですね、これはね、日本国内をですね、二分する大いなる議論になる。あるいはですね、二分されずにですね、その提案した人たちだけがですね、何考えてるんですかと言って、まあ、相手にされないか、どっちかになってくるだろうというふうに私は思います。ですから、こんな、時にですね、質問に答えてパッと出てくるようなものではないと思うんです。もしこれについてなんか見直したとか、その副案があるなら相当な覚悟を持ってですね、これに取り込まなくちゃいけないというふうに思いますが、どうもそういう感じはせずにですね、何か当たり前のことに対して当たり前に答えてるみたいな感じがして、何と間違えてるのか、これもよくわからなかったですね。まあ私はですね、基本的にこの菅政権というものに期待していたわけですね。その新しくできて、でそのまあ世襲議員じゃなくてですね、その秋田から横浜に出て、でそこから市議会議員をやって、でその後に総理になるっていう、今では珍しいですね、今の自民党の中では珍しいこの叩き上げということで期待して見ていたんですけれども、どうもですね、良さよりもですね、今悪さの方が目立っているように思われてなりません。ですから私は人の意見を聞くっていうことは非常に大事なことだと思うし、状況によってね、バランスを見ながらその軌道修正していくっていうことも大事なことはであることは否定しません。しかしですね、これが毎回全部そういう風になっていくとね、じゃああなたは何のために総理になったんですかと、じゃあ風見取りですかと、風見取りって昔中曽根総理言われましたけども、結局彼にはやりたいこといくつかあったわけですよね。ところが今のですね、長期政権終わった後の菅政権はですね、もうちょっと何をしたいのかがよく見えてこないということが最大の問題点になるだろうと思います。まあ、これね、振り返ってみると自民党の長期政権というものを一番直近ではですね、まあ、安倍政権ですけど、その前になるとね、どこだったかなというふうに思うと、小泉総理の時でしたね。これも長かった。でも小泉総理の後って、皆さん覚えてらっしゃいますか？立て続けに
ダメでしたよね。自民党、短期政権が続きましたよね。で、長期政権の後っていうのはですね、長期で続くってことは、まあ、ほとんどないんですよね。見てると。だから、その前、中曽根内閣もそうでしょ。それから佐藤内閣もそうでしたけれども、長い総理大臣が終わるとですね、ちょっと短命な人が多くなるということがね、まあ、あるわけですね。それはね、まあ仕方ない部分もあるんですけど、ただね、これは、中選挙区の時と小選挙区の時は違うわけですから、私は長期政権になるためにはですね、やっぱり自分自身が総選挙で勝つっていうことをやらない限りですね、なかなか総理はですね、総理足りえないというふうに思ってるんですね。やっぱりね、民主主義の基本というか、これは選挙なんですよね。で、今回の菅総理がですね、どうしてもですね、国民にとってまだ官房長官、かなっていう意識がね、こう消えない理由っていうのは、一つは、菅総理として、まだ総選挙戦ったことないですよね。だから私は、もう今更ではありますけど、前から申し上げてたのはですね、もういきなり解散した方がいいというふうに思ってたんです。菅総理はですね。なぜかと言ったら、そしたらですね、自分で戦って国民に選ばれた総理というふうになるわけですから、やっぱりこれは非常に、説得力があるわけです。ところが、菅さんというのはですね、多分まあ、真面目な部分も多分あるんでしょうね。だから、今、いきなり、まあ、頭で解散すると、安倍政権の、こう、継続としてですね、こう、見られると。だから、自分の仕事をやって、まあ、例えば携帯下げるとかですね。まあ私に言わせたらそれどうでもいいことですけれども、そういう、なんか自分なりにやりたい仕事をやって、その評価で総選挙を戦いたいっていうのが多分おそらくあったんですね。安倍の代理ではなくてですね、安倍の継承でもなくてですね、要するに菅で勝ったというふうにしたいんだろうなっていうのは、まあ分かったし、気持ちも分からなくもないんですよ。ただしですね、それは今までの歴代の見てるとですね、そうなかなかうまくいくことではない。で、総選挙を経ないで総理大臣になるという人はですね、やっぱりこれはね、常に派閥の論理で決まったんでしょとか、どうせ自民党の中だけで決まった話でしょとかね、いろんな言い方される。だけど、総選挙でですね、勝っていたらそういう言い方されないわけですね。だから、返す返すもですね、まあ、残念に思うのは、冒頭やっとけば、よかったな、というふうに思います。で、おそらく、まあ、私もですね、これはもうただの、まあ、本当に予想っていうか、根拠のない、こうなるだろうな、っていう私の直感みたいなもんですけれどもね、これ以上ですね、総理大臣を続けてね、ずっと続けていっても、支持率がね、一番最初の時ほどね、高くなる時ってのはないと。いうふうに思いますね。よっぽど何か特別なことがあったら、別かもしれないですよ。何か驚くべきようなことがあったらね。でも、政治にですね、そんなね、サプライズあんまり期待しない方がいいですよ。政治ってのはコツ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 やっていった方がいいわけですからね。そうやって考えてみると、なかなかですね、この菅総理のままですね、今年には必ず選挙がありますから、選挙で戦えるのかっていう議論は必ず出てくるでしょう。で、補選の問題で、下村政調会長がなんか問題になってますけど、補選で負けたらですね、政局が動くなんていうことね。まあ、この人もね、これ言わない方が私は良かったと思うんですね。言わないでじっと見てれば政局になりますからね、これはね。だけどそれで逆に、二階さんにですね、怒られて、トーンダウンしてますよね。だから、まあ、これは仕方ない部分はあるけれども、私はね、補選が、負け方にもよりますよ、そりゃ。だけど、負け連続だなって言ったらですね、本当にこのままで、衆議院の、解散総選挙をですね、戦えるのかっていう議論は必ず自民党で起こってくるだろうというふうに思います。前に解説したこともありますけれども、基本的にですね、派閥の論理が生きているのはですね、自民党が順調な時だけなんです。この小選挙区になってくると。小選挙区になってくるとですね、派閥の論理の大前提はですね、勝てる人っていうのの方が強いんですよ。これね、中選挙区の時は、この派閥の論理だけでよかったから、別に総理が誰であれですね、その勝つ負けるはですね、あんまり関係なかったんですよね。で、今回はもう、この人が党首の政党を支持するか支持しないかっていうようなのが小選挙区ですから、小選挙区制度が導入されたことによってですね、決定的に変わってきたのは政治家のですね、動きがですね、いつもは今派閥で動いてるように見えるかもしれないけれども、受かるか落ちるかっていう問題を突きつけられた時にですね、政治家は受かる方を選びますからね。そうやって考えてみると、この総理では戦えないというふうになった瞬間的にですね、まあ求心力が一気に低下してですね、今まで、菅総理というふうに持ち上げていた人たちがですね、急にですね、
この神輿を担いでたと思ったらですね、もうはしご外すとこじゃなくて、昔まだ乗ってるのに神輿を捨ててどっかに逃げるというようなね、そういう政治家が多くなるだろうというふうに私は思います。ですから、まあ今後の、この、菅総理にとってはですね、この10月までのですね、今年のですね、要するに総選挙をどうやって戦うのか、これ非常に気になってるだろうし、で、総裁選もありますからね、これも非常に気になってることでしょうけれども、やっぱりですね、一個一個仕事を誠実にやっていくということ以外にですね、長期政権にないというふうに思います。で、私は今のまま続けていってもですね、菅総理が勝てるというふうには思えないし、私みたいな人間から見て勝てると思わなかったらですね、自民党の政治家たち、まさにですね、当落線上にある人たちなんか取ってみたらですね、こんなのでやってられるかという議論は必ず起きてくるだろうと思います。ですから、まあ私はこの菅政権がですね、何かがない限りですね、極めて短命なものに終わりかねないというふうに思ってます。で、これはまあ私のあくまで、まあ、今までのですね、見てきた直感に基づくものでして、何か科学的なデータに基づいてですね、菅総理は必ずこうなりますというわけではないんですけれども、まあ、政局っていうのはね、基本的に勘が大事だと私は思ってますね。もちろん制度上の問題を知らないでね、話してるのは、これただの直感人間じゃ、これはしょうがないんですけれども、だけど、制度の問題を熟知した上で、あとはやっぱりね、野生の勘みたいなものを働かせるしかないというふうに思います。で、私は、まあ、ちょっとプチ自慢ですけどね。政局は結構ですね、見るのに自信あるんですよ。まあ、ある政治家と議論したときにですね、この人そんなことないよというふうに思ったら、その政治家の言った通りになって、まあ、この人には私は、これ政局では勝てないなというふうに思ったことを、まあ、覚えてますけれどもね。他の人とね、話してると大体ですね、まあ、政局について似たような考え方をするときも多ければ、私の方が結構正しく分析しているときもあってですね。まあいろいろ面白いんですけれども、まあそういう意味においてはですね、政局っていうのはやっぱりこれ、勘が大事になってくる。で、この勘がね、決定的なまでに悪い人っていうのがいるわけですよ。で、この、私が見ててね、一番ね、政局っていうものについてわからないのは誰かっていうとね、政治学者が多いですね。政治学者っていうのはですね、政局についての勘が全く働かない人っていうのがすごく多くて、ああ、これはダメだなと思うことが非常に多いですね。だからなんか、政治学者の言うこと聞いてですね、政局見てたらですね、失敗するぞって、私が言ってもなんかあんまりリアリティないかもしれないですけどね、そういうふうに思うことが多いです。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。今日はですね、このメンバーシップ制度について解説させていただきたいと思います。岩田つしチャンネルをですね、お支えいただいている一つの制度として、メンバーシップ制度というのを導入させていただきました。で、これはですね、どんなことをやってるかというと、まずですね、3つ種類があります。サポーター、マスター、グランドマスターということなんですけれども、それぞれですね、金額が違っております。で、まず大前提ですけれども、このサポーター、マスター、グランドマスターになってない方もですね、毎日動画を配信する、この内容については何にも変わりはありません。ですから、この動画をですね、見てお支えいただくというのでも本当にありがたいことなので、ぜひですね、それはご覧をいただきたいというふうに思います。その上で、さらに頑張れよということであればですね、サポーター、マスター、グランドマスターという種類に応じてですね、サポートいただきたいというふうに考えます。で、サポーターというのはですね、これなっていただきますと、サポーター、マスター、グランドマスター。まず一つはですね、まあ、特別な、コミュニティにですね、私が書いている原稿をですね、一部分を載せたりすることがあります。で、これは例えば本の一部分であったりだとか、雑誌の一部分であったりだとか、今考えている新しい、なんていうのかな、コラム集を将来的に作っていく、それに対してですね、この、貯めていくようなものもここで作っていこうというふうに思っています。で、この3つはですね、実は、一つポイントがあるのはですね、ライブをやった時にですね、なんかライブのところにサポーターになっていただいている方とかマークがつくのと、それとなんか使えるですね、アイコンみたいなの、これ結構楽しいですよ。これアイコンをね、いろいろ作ってるんですけど、私のチャンネル、オリジナルのですね、この、あれアイコンを使えるようになります。で、これはね、例えば憲法改正とかですね、そういうのが使えるようになります。これは、ちょっとおすすめなんです。で、もう一つはですね、ライブが終わった後にですね、まあライブ、いつまでも残しておいてもあれかなというふうに考えているので、ライブ終わった後に、
一旦閉じちゃってたんですけど、前はライブはライブだけというふうに思ったんですけど、まあ、やってこれを続けてほしいと。でも私もですね、ずっと全世界にさらしておくのもどうかなと思う時がありますので、まあここのこのなっていただいた方々にですね、このライブを公開するということをやっております。もう一つですね、これはこの間たまたまなんですけれども、あるゲストがですね、お越しになりまして、私のライブに。で、そこの時にですね、全世界に対してじゃなくて、もうちょっと限定的なクローズな集まりで、この話し合いたいというふうにご提案いただきましたものですから、急遽ですね、サポーター限定の、サポーターマスター、グランドマスター限定のライブ配信というのをやってみました。まあ結構これで本音で話してくれてですね、面白かったというふうに思いますので、まあこちらもですね、続けていこうと。つまり月に一遍ぐらいですね、まあサポーターの方々以上のですね、方々を対象としたライブをやっていくということも考えたいと思います。で、さらにですね、マスター、グランドマスターの方はですね、私がやっている講演ですね、講演会で全国で、ちょっと今ね、こういう状況などなかなか講演できてなくて、こちらの部分大変申し訳ないなと思ってるんですけど、例えば、先日で言うならば、政治家とは何かという講演会で離党議論とかやったのを、オンラインで配信しておりますので、これもご覧いただくことができます。で、マスターの方は、これが、講演会が無料で、ライティングゼミ、私が書いてるですね、書き方教室みたいなのも、これは配信することができました。で、マスター、グランドマスターの方々っていうのの違いはですね、そこに、サポーターとの違いはそこにあるんですけれども、マスター、グランドマスターの違いはですね、どこにあるかっていうと、まあ、これ金額が違うと決定的に違うだけで、で、グランドマスターの方々には多大なる、このサポートをいただいているという形になっております。で、特にですね、なんかこのものをというふうに考えてなかったんですけれども、やっぱり何らかの形で、こう、恩返しをしたいというふうに思いまして、ちょっとですね、粗品をですね、いろいろ作っていこうというふうに考えておりまして、第一弾としてですね、マグカップを作ってみたので、これをですね、差し上げたいというふうに考えております。ぜひですね、本当にもう一度申し上げますけれども、ご覧いただくだけで、サポートいただいているので、ご覧いただくだけでも結構なんですけれども、さらにですね、これ頑張れと、この番組続けていけよということをですね、ご支援いただける方々は、いずれかのですね、サポーター、マスター、グランドマスターとして、メンバーシップにご登録いただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。